静岡県藤枝市玉露の里に来ております。こんにちはです。令和3年、5月3日です、玉露の里ですね。今この現在地がここ現在地がですね、結局こっちもバスが一応バス停があるからバスが通ってるってことですね。1日に1本あるかどうかわかんないですけどね。でこれが広域地図、ね、現在地がここですね。で、今車でバイパスから来たんで、こっちからですね、静岡市街の方からバイパスが来て、でここで降りて、こうここで降りて、こんな感じですね。こんな、藤枝市、岡部からですね、いろいろ観光地はあれですよ。まあこれは JR のね、焼津駅、西焼津駅、藤枝駅、あと六郷駅、あと島田駅、あとずっとこっち行くと金谷駅があって、そこから金谷駅から乗り換えで大井川鉄道があったりします。でバス的に、周辺の観光スポットが、なんていうのこれ、大畑の柏屋ミュージアム、歴史資料ですね、これがあったり、明治のトンネル、これは有料かな、有料トンネルですね、そんなのがあったり、蓮華寺公園、これはちょっ とお祭りやったり、ね、結構有名なとこかな。あとは大久保キャンプ場、グラススキー場ですねがあったり、あと焼津魚センター、これは結構ね、あの観光バスもあちこち来ますね、いっぱい来ます。安いのかどうか、毎日魚の相場ってのは分かんなくて分かんないですけど、あと、瀬戸屋温泉ですね、由楽、これも行ったことありますね。あと白富士の滝、白富士の滝もここは7つの滝が点在する滝の名所、多分行ったことないな。白糸の滝なら行ったことないけど、あと朝比奈、大流星と小宮城、流星は見るんだね、いつやるのかな、夏かな、調べてみようかな。あとはこっちも津田の細道、津田の細道はね、結構ね、こっちに夏の場所があるってところがねありますね。これもあれかな、バイパスからちょっと外れたところなんですかな。あと、田中城、下屋敷、で、陶芸センター、あったり、あと蓬莱橋ですね。結構蓬莱橋ってなんかあれですよね、有名ですよね。こんな田舎の島田の、島田だっか、田舎のあれですけどね、歩いて渡ったことは今のところないなような、歩いた記憶はないな。一応世界最長の木造の歩道橋ですね。まだそうね、明治10年建設、まだ歩いては渡ったことがないような気がする。長いこと静岡には住んでますけど、こんな感じですね。また皆様よろしかったらゴールデンウィーク中でも静岡に遊びに来てください。こんな田舎でもある程度遊びますよ。バスも、ね、ちょっと時間を見なきゃあれだけど、車じゃなくても結構行けるような気もしますね。